準決勝第2試合、鹿児島実業のエース城と無失点記録更新中の清水商業ゴールキーパー鎌口の対決に注目が集まります。ゴール前、ここから城、城のシュート、ロングシュート、ゴールキーパー川内を抑えました。城対鎌口、この対決、戦いに立っている鹿児島実業ゴールキーパー川口、出た、川口よく出ました。川口が872分間現在無失点記録を続けています。で、安永をマーク、8番の横山、中盤が6番の脇田、10番の遠藤、ゴール前、さあゴールキーパーよく掴んだ川口。この選手が9番のジョー、この大会4得点、現在得点王のジョー、そのメンバーでこの5試合戦ってきています。さあスローイン、ロングスローが飛んできて、ヘッドで落としてこぼれたところ、こぼれた、ヘッディングシュート、ゴー、ついに川口11試合無失点記録を続けてきましたが点を取られました。鹿児島実業先制。そうですね、1点差まではね、はい、このチームとしたら十分点取れる。さあスルーパス出た、平瀬、真ん中にジョー待っている、ジョーに合ってか、ジョーに合わない、ジョー飛び込んでいったが合いませんでした。前田さんはどういう風に見ますか、この風の中で。さあゴール前、左に流れ、シュート、残り時間ないところで清水商業同点のゴール。場外います、7番の野見山、そしてボーイがゴール前、そしてゴール前、ヘッドで終わりだぞ。7番の野見山、勝ち越しのゴール。風を利用してダイレクトで狙う可能性もあります。ゴーキーパーはトロキー、低いボール、このボールヘディングシュート、クロスバーの上。後半15分、鹿児島実業はこの日2得点の野見山が負傷で退場。ここからゲームの流れが変わりました。得点王が退きます。4番の小川のヘディングシュート炸裂するかどうか、カーブが上がってきた、ゴールを使って、ここからあっとヘディングシュートできない、ヘディングシュートできない、鹿児島実業ゴール前、危うく難を逃れました。もう1回ヘッドを乗せてシュート、ついに追いつきました。ストッパーの小川が見事に同点のゴール。さあ東芝実業チャンスだった、スーパーに出た、振り上がった、振り返ってる、シュートを打った、川口よく繋いだ、川口よく出ました、川口よく出た。23日は名古屋でゲームを行うことになって、スーパーに出た、安永シュート、あーっとジャストミート試合、安永空振りです。さあ鹿児島実業最後の攻めに入るか、ここで試合終了。80分戦って2対2同点、PK 合戦で国見との対決、8メートル以上の風です。大会ナンバーワンキーパー川口に対して遠藤を決めました。田野脇どうでしょうか、鈴木悟決めました、ゴールキーパー田野脇反応しましたが決めました。さあ川口決まった、川口も読んでいます。これも読んでいたが決めた、福永決めました、川口も読んでいましたが決まりました、真ん中蹴っていきます。4人目です、5番の藤崎、対するゴールキーパーはナンバーワンのゴールキーパー川口。現在鹿児島実業が1人外しました。さあ清水商業は伊藤です、決めた、伊藤、これで4対3、女王が外せば、川口が止めれば、清水商業決勝戦進出。さあどうか、決めた、女王落ち着いて決めました。今日点を取っている小川、決めれば決勝進出です。清水商業